クールガールゾンビハンター。自分で思うより疲れてたんだなって思うよね。リサ、大丈夫かな。ねえ、リサリサってさ、サユリンと一緒に住んでるんだっけ。そう、リサが幼稚園の時ご家族が事故で亡くなってうちに来たんだ。それからずっと一緒。今ではもうすっかり妹みたいなものかな。ああ、なるへそ。それでか。ん？何が？いや、リサリサってば何かっていうとサユリサユリって。私も構いすぎるのは良くないって思ってるんだけど。ふん、まあ人それぞれだからマヤヤは知らんけど。そういえばマヤヤちゃんもエナミさんと幼馴染なんだよね。ああ、そうね。親同士が友達だからもうマヤヤが生まれた時からの知り合い。ま、生まれた時の記憶はないけど。じゃあ本当にちっちゃい頃から遊んでもらってたんだね。遊んでもらってと、というよりもマヤヤが遊んであげてる感じかな。え？そうなの？だってエナミ友達いないもん。見たらわかるっしょ。でもサッカー部のエースでみんなの憧れの的じゃない。いやいや、それは表面上だよ。エナミはすんごく不器用。え？不器用？自分がこうと思った通りにならないとどうしていいか分かんなくなっちゃう感じ。しかもそれを他人にも求めるから結局一人ぼっち。そっか。マヤヤだってちょっと宿題とか分かんないとこ聞こうとしたら、分からないのは努力が足りないからだとかお説教されんだよ。そっか。でも先輩らしいかも。そうね、エナミンらしい。エナミンはね、みんなが思ってるよりも不器用で努力家。自分にも他人にも厳しい。そこが幼馴染としては心配なんだよね。
敵が拠点に入ってきてるよ。まだまだ行くよ。これでよし。これでよし。これでよし。敵が拠点に入ってきてるよ。これでよし。これでよし。敵が拠点に入ってきてるよ。これでよし。どうしよう。拠点に侵入されてる。任務完了。おりゃあ。なんとか撃退できたね。壊されちゃった。リサたちが戻ってきたら相談しないと。嘘でしょ。ちょっと数が多すぎる。屋上から見たあいつ。よう、はじめましてだな。俺はレン、こいつらの、まあ、リーダーってとこだ。リーダー？やっぱり。実は、お前たちにちょっと用があってな。一緒に来てもらうぜ。え、何？ナンパ？嫌に決まってるでしょ。ちょうどいいかも。ここでリーダーを倒せば、脱出できる。おい、お前ら、この女どもをおとなしくさせろ。殺すな。サユリ、こんなとこでやられてたまるか。もう一体